Всем привет! どうしょくん、こんにちは。バーチャル革命家のネリーです。ネリーは以前出した目指せ1億総ニート社会という動画で、これから先どうやっても AI によって仕事が自動化されていくことになるよって話をしたんですけど、今日の動画では、じゃあどんな職種が AI に奪われる可能性が高いのか、逆に AI に奪われる可能性が低いのはどんな職種かというのをランキング形式で発表していきたいと思います。前の動画でも紹介した雇用と未来という論文があるんですけど、今回はこの論文のデータをもとにネリーの独断と偏見も交えつつ解説していきます。雇用と未来では702の職業についてそれぞれ AI にとって変わられる確率を推定してそれをランキングにしているんですけど、702まであるランキングを紹介するのはちょっとまあ無理なので、今回は702の職種を大まかに15の業種に分けて業種をなくなる可能性順にランキングにしました。15の業種というのは、マネジメント、ビジネス、金融、科学、技術、教育、法律、地域サービス、アートメディア、医療、サービス業、営業販売、事務、農業、林業、漁業、建設、メンテナンス、修理、製造業、運送、物流です。それではまずはなくなる可能性が低い業種から見ていきましょう。20年後になくなる可能性の低い業種ベスト5。第5位は、科学技術。このカテゴリーには研究者や IT 系の技術者が含まれます。このカテゴリーの職業は全体的に残る可能性の高いものが多いです。雇用と未来の機械に代替される可能性が低い職業ランキングによると、例えばシステムアナリストが32位で自動化される確率が 0.7%、ソフトウェア開発者が130位で 4.2%、ウェブ開発者が208位で 21%、あと分野がめちゃめちゃ細かく分かれているんですが、研究者系は文系理系問わずほとんどが 10% 以下という結果になっています。ただね、じゃあこれからの時代、コンピューターが扱えれば安泰だって言えるかというと、まあそうでもないんですよ。コンピュータープログラマーはこのランキングでは293位、48% となっています。すでに自動プログラミングはある程度実用化されていますし、下請けでコードを書く仕事はいずれなくなる可能性が高いということです。これからは上流工程を人間が担当し、下流工程は機械に任せられるところは極力任せるというのが主流になっていくので、人間の仕事は主にシステムの設計になっていくと考えられます。あと個人的にはね、経済学者が282位で 43% というのが興味深かったですね。未来では完璧な経済理論を AI が打ち立ててくれるってことなんでしょうか。これは非常に楽しみですね。第4位は、アート・メディア。これは結構想像しやすいですね。AI による労働の自動化の話になると必ずと言っていいほど、単純労働は機械に奪われてクリエイティブな仕事だけが残るというセリフが出てくるくらい馴染みのある話ですね。例を挙げるとランキングでは、デザイナーが27位で自動化される確率 0.6%、音楽ディレクター・作曲家が72位で 1.5%、作家やライターが123位で 3.8% となっています。一方でミュージシャンや歌手は155位で 7.4%、そして俳優が259位で 37% と、エンタメ系の職業の順位が意外にも低くなっています。まあでもこれもまあ今すでにある程度現実となっていることだし、まあわかるって感じがありますね。歌唱 AI はすでに人間と遜色ない歌を歌うまでに進化しているし、俳優に関しては機械が代替するのはまだまだ難しいけど、そもそも最近は CG による作品が増えてきてますしね。そしてカメラマンが332位で 60%、ゲームやスポーツ本のライターが544位で 91% など、一部の職業は自動化される可能性がかなり高くなっています。まあ、動画編集とかね。まあ、YouTuber としては動画編集はどんどん自動化できるようになっていってほしいですね。第3位は、地域サービス。これは地域社会にとって必須となる職業のカテゴリーですね。例を挙げると、メンタルヘルスカウンセラーが25位で自動化される確率 0.4%、ソーシャルワーカーが102位で 2.8%、警察や巡査が167位で 9.8%、消防士が197位で 17% と、全体的に自動化される可能性は低めです。このあたりの職業は社会の維持に必要不可欠で重要な仕事なので、まあ、そうそう機械にとって変わられるということはないということでしょう。特に上位にランクインしているのがヘルスケア、特にメンタルヘルスの専門家です。医学の発達によって肉体的な病気はどんどん治療可能になっていますが、精神的な病気に関してはまだまだ研究が進んでないので、今後メンタルヘルス専門家の需要はますます大きくなっていくと予想されます。精神的な病気を治療する AI は技術的に難しい感じがしますしね。監視技術の進化によって警察の仕事は減るんじゃないかって気もするんですけど、まあ社会秩序の維持には一定数の人員が必要ってことなのかもしれませんね。第2位は、医療。医療はめちゃくちゃ大事ですね。実は自動化される可能性が低い職業ランキングの上位20位のうち半分は医療関係です。例を挙げると、内科医と外科医が15位で自動化される確率 0.4%、看護師が46位で 0.9%、薬剤師が54位で 1.2%、そしてこのランキングの栄えある1位はレクリエーションセラピストで 0.3% です。やっぱり人間の命に関わる仕事は自動化ができないってことですね。まあでもネリーの個人的な意見を言わせてもらうと、医師や薬剤師はもっと自動化されると思うんですよね。医療診断 AI だと IBM のワトさんが有名だし、それ以外でも特に中国で AI の医療への活用がかなり進んでいます。あと、外科手術ロボットというのも登場しています。まあ AI にもね、限界があることは分かってきてるんですけど、まあでも少なくともよく分かんないけど、とりあえずお薬出しておきますねって言ってる医者は、まあ取って代わられてもおかしくないかなって思いますね。まあ医師は常に全世界で不足しているので、医療 AI には期待したいですね。人とのコミュニケーションが必要な職業は自動化される可能性が低い一方で、検査技師や技術職は自動化される可能性が高いです。例えば医療アシスタントが239位で 30%、放射線療法士が248位で 34%、調剤技師に至っては562位で 92% となっています。まあ、とはいえ、ほとんどの仕事は自動化される可能性が低いので、今後も医療サービスは人間が中心となって行っていくことになりそうです。そして第1位は、教育です。これは納得ですね。いや、オンライン学習が普及して学習における教師の役割が小さくなるのは確実だと思うんですけど、上層教育の場として学校がなくなるってことはまあ考えられないですよね。教員を人間の代わりにロボットが務めるようになるというのもまあちょっと想像ができないですよね。具体的な順位を見ていくと、小学校教員が20位で自動化される確率が 0.4%、中学高校教員が41位で 0.8%、大学教員が112位で 3.2% となっています。まあでも自動化される部分も多いと思うんですよね。例えばテストの採点とかは自動化された方が絶対にいいし、あとよく言われるのが進路指導の自動化ですね。まあ自動化というか AI を活用して生徒一人一人の適性を判断するということですが、まあこれによって教師の進路指導の負担は減ると考えられます。教員の仕事の質は AI によって変わっていくと思いますが、教員という仕事自体が AI の発達によって減ることはないでしょう。というわけで、なくなる可能性の低い業種トップ5は、科学技術、アートメディア、地域サービス、医療、教育でした。まあ、これは納得のいく結果でしたね。じゃあ次は、なくなる可能性が高い業種トップ5を見ていこうと思います。20年後になくなる可能性の高い業種トップ5。第5位は、運送・物流。このカテゴリーは運送業や車の運転を仕事とする職業のグループです。例を挙げると、自動化される可能性の低い職業ランキングでは、機関士が638位で自動化される確率 96%、タクシードライバーが531位で 89%、軽トラックの配送業者が380位で 69% と、いずれもかなり高い確率で自動化されると推定されています。実際に自動運転は技術的には可能ってところまで来てるので、あとは法整備や自動運転がやりやすい街づくりがどの程度進むかによると思います。まあ、あと配送だと、ドローンがどの程度使えるようになるかも関係ありますね。どちらにせよ、将来的に運送業務の大部分が機械によって行われるようになる可能性は高いと言えます。第4位は、事務。文字通り事務作業を行う仕事です。ちょっとあんま説明することがないですね。例を挙げると、データ入力係が691位で自動化される確率が 99%、秘書が634位で 96%、一般的な事務員が629位で 96% と、まあ、いずれも自動化される可能性がかなり高くなっています。単純な事務作業は自動化がしやすいというのは、まあ、なんとなく想像がつく話なんですけど、論文の説明によると、ビッグデータ技術が発達することによって情報の収集やアクセスが容易になるので、事務作業が簡略化されて事務の仕事がいらなくなるということみたいです。事務員というのは何も一般企業だけではなくて、例えば、役所や裁判所の職員は285位で自動化される確率が 46% となっています。特に行政はシステムが複雑すぎて非効率的になっている部分が大きいので、自動化が実現すればかなりの人員が削減されることになると思います。第3位は、製造業。製造業カテゴリーには工場のラインで物を作る仕事や職人による仕事が含まれます。このカテゴリーの例を見ていくと、手縫いの裁縫師が700位で自動化される確率 99%、靴用機械の操作・修理工が647位で 97%、生産労働者全般が572位で 92% となっています。製造業の職業もかなり細かく分かれてるんですけど、ほとんどが自動化の確率 70% 以上となっています。まあ製造業はもともとかなりの部分が自動化されてるんですけど、産業用ロボットの発達によって今まで機械は単純な作業しかできなかったのが、かなり高度で複雑な作業もできるようになっています。あと AI が活躍するのは品質管理ですね。AI の得意とする画像認識で検品作業を自動化するのはすでに広く行われています。まあ、とはいっても人間の器用さって本当に半端なくて、様々な製品の製造に対応できるロボットが安価で供給できるのかという点については、まあ、個人的には疑問がありますけどね。人間のすごいところって、誰にどんな作業をさせても大体の作業は柔軟に対応できるところなんですよね。ある日仕様が変わったり、あるいは全く別の作業をやらせることになっても、人間なら大抵の場合大きな問題なく指示された作業をこなすことができます。それを産業用ロボットができるようになるかは個人的には疑問なんですけど、でも人類は早く単純労働から解放されるべきなので、ロボットの発展には期待していきたいところです。第2位は、営業・販売。このカテゴリーには売り込みに行くタイプの営業の仕事と、店頭で販売を担当する仕事が含まれます。例を挙げると、テレマーケターが702位で自動化される確率が 99%、店員が661位で 97%、小売セールスマンが570位で 92% となっています。ちなみにテレマーケターっていうのは電話を使った販売活動を行う職業なんですけど、このランキングでは最下位の職業となっています。わかるけどね。今時ビッグデータを用いたマーケティングが主流になってる中で、電話による営業なんてほとんど効果がないと思うし。しかし、ただ物を販売するだけの仕事はともかく営業もなくなるっていうのは少し意外ですよね。論文には、これらの仕事は双方向のコミュニケーションが要求される仕事ではあるが、必ずしも高度な社会的知性を必要とはしないって書いてあるんですけど、ちょっとほんまかとは思う。営業って結構社会性も知性も要求される仕事だとは思うんですけど、でもネットで物を売買することが主流になってるから、そもそも物を売り込みに行く機会がなくなっているというのはあると思いますね。これからは物を売り込むのはアルゴリズムの仕事という時代になっていくんでしょう。というかすでにそうなってるような感じありますよね。それではいよいよ1位の発表です。なくなる業種ランキング、堂々の第1位は、政治家です。政治家という職業は20年後、なくなります。理由はお分かりですね。というか AI による政治を目指す革命家として、この動画のうちはもうこれしかないよね。実はですね、雇用と未来のランキングに政治家という職業は載ってないんですよ。全部目を通したけどなかった。多分なかった。つまり、政治家というのは職業じゃないんです。政治家というのは一般人がただ選ばれたからという理由でやってるだけなんです。別に政治について学んだわけでもない一般人が、金やコネや人気で代表に選ばれて絶大な権力を手にしているだけなんです。だから職業ランキングにも政治家が載ってないんですよね。多分雇用と未来の著者はね、プロでもない人間の政治家が AI にとって変わられるのはあまりにも明白だと考えて政治家の項目を載せなかったんだと思うんですよね。年にの推測だけどね。というわけで、なくなる可能性の高い業種トップ5は、運送・物流、事務、製造業、営業・販売、政治家でした。こちらも言われてみれば納得というものばかりでしたね。実際のところ20年後にこれらの職業がどれくらい自動化されているかっていうのはその時になってみないとわからないけど、重要なのは自動化がどれくらい進んだではなくて、その時の社会が自動化にどう対応しているかです。今のままの社会システムで自動化が進めば、資本家ともはや労働者ですらない無職階級の格差は無限に開いていることでしょう。バーチャル革命家の目的はそれまでに革命を起こし、来たるべきディストピアから世界を救うことです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。パカパカー。